さすがイベントね。でもこれ私これかな、ぶっちゃけ昔行ったことあるかも。20歳、21歳ぐらいの時に、私の地元の呉も海軍が有名でして、海軍カレーっていうのもあるんですよ。でそこで呉も出店するっていうので、私呉の観光大使やってたことがあったね、学生時代に。その時に行って、で暑い夏にもかかわらず、カレーフェスティバルであるにもかかわらず、呉の名物肉じゃがを売ったっていうことがあって、暑いからあんまり売れなかった記憶があります。確かね、そんなことがあったような、ここだったかな、なんかこういう感じだった気がしますけどもね。はい、さあ続いていきましょう。横須賀市ワイバンチャさん、こちらです。カレーを食べ終わった後は公園内を散策しています。写真に見える対岸の場所はアメリカ海軍横須賀基地です。年に何度か中に入る機会があるので、後々リポートしたいと思います。入るときはパスポートがあるといいですが、運転免許証でも大丈夫なようです。あくまでもイベントの時ですが。写真の中心に見えるマクドナルドは、基地開放時に限定メニューが出るので結構人気があります。え、あの真ん中の赤いやつがマックなんですか？ちょっと寄れますか？あんま外観としてはっぽくないですよね。どうかな？なんか綺麗なカフェみたいな感じですけど、ちょっとここまでで限界なのかな。はい、ねえ、いいですね。アメリカのサイズが大きい、こんなに大きいマックとかだったりして、どうなんでしょう、ビッグマックが定番みたいなかな。どうですかね、綺麗ですよね。では続いていきましょう。はい、こちらになります。はい、公園内の東側にやってきました。ここから会場1キロ先は、浮かぶ1キロ先に浮かぶかな、東京湾内唯一の自然島である猿島を望めます。ここは太平洋戦争の後しばらくは一般の人の立ち入りができませんでしたが、横須賀市が国から譲り受けて観光地として発展しました。現在はこの三笠公園横から渡し船が出てます。ここはバーベキューもできて、夏場には海水浴もできます。猿島から眺める横須賀もなかなかですし、東京湾を行き交う船が間近に見える場所でもあります、といただきました。あ、無人島なんですかね。あそこ行けるんですね。渡し船が出てる、どんな船なんだろう。フェリーっていう感じじゃなくて本当に船っていう感じなんでしょうかね。どうでしょうか。これでできますね、あの島、木島とかね、行ってみるみたいなこともできそうですけどね。あ、バーベキューできる、いいなね。あ、あの岸山岸もいいですね、できそうね。あの岸山岸島とかやって、あの2人で行くみたいな、何でもありみたいな。だってアイリンが今日の VTR で、あの町横町山岸だねっていうか、もう一度略そうよって長いよって話をしてたんですけど、そういうこともまあできそうですよね。はい、さあでは続いていきましょう。神奈川県横須賀市ワイバンチャさん、こちらです。公園内に戻り記念館三笠に乗艦しました。この船は渓流ではなく完全に陸上がってる記念館です。この軍艦は日露戦争時の日本海海戦で、勝利に貢献しました。今日はカレーフェスティバル開催とあって、館内は数多くのお客さんでにぎわっています。特に乗艦板の巨大な主砲は見るからに迫力満点です、いただいてます。そうですね、大和っぽいですね。はい、ということでこんなかっこいい、まあ、横須賀らしい景色も見ることができました。ワイバンチャさん以上になります。やりますだって、拍手ありがとうございます。なんかちょっと懐かしさも感じた。横須賀自体はその時の1回しか行ったことないんですけど、同じ海軍の繁栄した町としてはですね、懐かしくも思いました。カレーも
よかったですね。一気にカレー食べたくなりましたけどもね。はい、ありがとうございます。さあ、それではもう一方いっちゃおうかな。はい、続いていきましょう。今度は東京都世田谷区ポンジーさん、ありがとうございます。では見ていきましょう、リポートじゃないメール紹介します。愛知こんばんは、ポンジーです。こんばんは。懲りもせずまたまたリポートを送りました。ありがとうございます。だんだん横町リポートが中毒化してきました。やばいかも。たまたま5月12日に、サラミマスターブルーが届いたことも多少影響しているかも。おめでとうございます。ブルーということは2000ポイント達成ですね。はい、というわけでリポート見ていただければ嬉しいですといただいています。ありがとうございます。それでは見ていきましょう。こちらです。ブラ散歩と命名されたそうで、こんにちは。5月12日散歩に最適な午後2時です。スライミマスターブルーが届いたので奈良市に二子玉川に来ました。気温27度快適じゃないと。すごいシルエットですね。暑いですね、27度。うん、そうですね。二子玉川というのは通称二子玉と呼ばれていますが、そちらに行ってきたということなんですね。ではどんどんリポートを見ていきましょう。玉川からいただいてます。玉川の川辺に来ました。気温は 26.5 度。まだまだ高いです。でも水面を吹く風は爽やかです。周りにはこの穏やかな午後を楽しむたくさんの人です。もう少し涼しい場所を探しに行きますということなんですね。はい、結構川の水も浅かったんでしょうかね。泳ぎたいはい、ということなんですが、気温 26.5 度、まだ高いということですね。さあ、では続いてはニコタマからポンジーさん。多摩川の河川敷にある石碑なんでしょうかね、これ見ていきましょうか。はい、多摩川河川敷にある兵庫島公園かな、兵庫島公園かな、に和歌山牧水の歌碑があります。この公園にもやはりたくさんの人ですということで、ポニーさんよくこういうのを送ってくださるんですけども、まあ、目をやってみればいろんなところにこういうのはあるんですね。ね、面白いですよね。さあ、それでは続いていきましょう。今度は等々力渓谷からリポートをいただきました。はい、こちらです。来ました、等々力渓谷です。入り口の気温はまだ27度です。では行ってみましょう。ね、これで等々力って読むのが面白いですよね。ね、変わってますが、あの東横線のじゃないや、東急大井町線の駅の中に等々力っていうのがあるんですよね。はい、なのでこちらに行ってください。あ、上さんの地元、ジュンジュンさんこちらなんですね、出身地がね。はい、さあ、そして今度はこちらに行きましょうか。等々力渓谷同じくですね、空指マスターが大きく映っておりますが、何が書いてあるんでしょう。等々力渓谷です。うっそうとしてますねと。気温はなんと23度、入り口とは4度ぐらい低いですね。これだけ差があると涼しいです。水の流れも心地よいです。ただし湿度は 70% を超えていますということです。お、今世田谷区内唯一の渓谷という補足がありました。確かに東京都内でこういう自然があるんだなという感じもしてしまいましたね。マイナスイオンバッチリ、そうですね。さあ、そして今度は等々力不動見ていきましょう。あ、涼しいスポットって去年テレビでやってた、有名なんですね。渓谷を登ってくると等々力不動があります。登ってくるだけで汗ばんできました。やはり26度あります。暑いですね。暑かったですけども、まあ、渓谷でちょっと涼んでということでしょうかね。はい、さあラストになります。世田谷区等々力からモンジーさん、ラストはやはりこんな感じ。白いプリンは
豆乳寒天にキャラメルソースをかけて、豆腐スイーツは豆腐プリンに蜂蜜ソースがかかってます。どちらも美味しくいただきました。とりあえず今回のブラ散歩は以上とします。とどろき渓谷はなかなかいいところです。ぜひ皆さんも足を運ばれてみてはいかがでしょうか。美味しそう。なんか手作り感が漂いますね。手が作る美味しさって書いてある。すごい、餃子のタレみたい。確かに。でもいいですね、手作り感もあってここしかないスイーツっていう感じがして、ちょうだい、私も欲しいですよ。いやでも、とどろきはいいところですよと神さんが言ってますと。いいですね、こう東京のこう都会に慣れてちょっと都会のを忘れたいような感じの時に行くといいかもしれないですね。ということでポンジーさんから、とどろきの魅力を伝えてもらいました。拍手ありがとうございます。さあレポート行きますか。レポート行くかい。行きますか。了解、行きましょう。それでは引き続きレポートを行きます。はい、5月12日10時以降にレポートをさせていただきましたというヨシニャンさんいただいてます。かなり割愛されるかと思いますが、愛知の芝居とカワちゃんチョイス、ノグちゃんチョイスになっちゃいましたよ。はい、を期待させていただきますといただいてます。それでは見ていきましょう。ヨシニャンさんはいらっしゃるのかな、いないかな。はい、まあ行きましょう。では岩手県矢巾町のヨシニャン@岩手矢巾さんです。こちらです。あ、いらっしゃった、ありがとうございます。本日は久しぶりにロケに、3月30日は夜中2時に出発でしたが、今日は今からです。出発前に家の雨どいに鳥が巣作りしている姿を発見。さて今日もなっちゃんストラップのおかげで快晴ですが、雲が召喚される可能性があるので一気に場所移動しますといただいてます。はい、さあ場所移動されるということなんですが、青空ですね。ここからどこに向かうんでしょうか。さあ続いていきましょう。なんと岩手県八幡平市の方に行かれたようです。写真は八幡平アスピーテラインの下の山直の駐車場で撮った岩手山の裏側の左半分です。南部片富士とも言われていますので、見る範囲を限定すると富士山に似た印象になりますね。さてこれからアスピーテラインを登るんですが、雲が召喚されると景色が台無しになるんですよね。というわけでなっちゃんストラップを持参しました。天気がどうなるかはサンセットリレーで一度しか太陽をお届けできていない私が誰かみたいに雲を呼ぶかどうかにかかってますということです。綺麗ですね、確かに富士山っぽい。でも山にも裏とか表とかあるんですね。ということですが、はい、これだけ見るとやっぱ葛飾北斎の絵とかみたいな感じもしますもんね。なんかすごい素敵です。誰かは誰か分かりません。それでは次に行きましょう。こちらです。同じく八幡平市からです。アスピーテラインのゲートを通ってすぐの見晴らし場から、見晴らし場から見えるのは松尾銅山跡ということでいいんでしょうかの建物です。手前には坑道跡などが残ってます。雪もまだ残ってます。学習院の建物があったはずですけど忘れました。幽霊が出るとか出ないとか、とりあえず頭痛が起きないから大丈夫そうですねといただいてますが、ひー、なんか怖い感じになってきましたが、昔のね感じが残ってるということですけどもね。はい、あ、岩手の名所だという方もいますが、感じる人か、私はね結構感じない人なので大丈夫、何もわからない。さあ続いてはアスピーテラインの中腹からです。アスピーテラインを少し上がると山が見えてきました。なんというか、なんという山か覚えてますか。岩寿山ですねと。覚えていませんでしたか、それは失礼しました。雪解けとともに岩肌に残雪がわしの形に残るところから
岩手山のさらなる別名があるんですよね。まあ愛知はこの写真を見て2時間ドラマで誰かが突き落とされるシーンが思い浮かんでしまったのでは。それではしばしの間愛知のお芝居を。ダメです、これはねキッシーがいないとできない。前回のキッシーがねやってたのがすごい面白かったですけども、はい。でも確かにこうボーンって落とされそうな感じではありますけども、でも非常に綺麗な景色ですよね。なんか空気が美味しそう、あとヤッホーって言いたくなりますね。キッシーすごかったですねあれね。わからない方はあの先週の YouTube でご覧ください。そしたらわかります。続いてはアスピーテライン頂上の展望台、こちら見ましょう。ここから少し上の火口湖のところに行こうとしたんですが、途中から雲行きが怪しくなってきたので退散してきました。この写真は秋田県側を撮ったものですということですね。で温泉地で、地熱発電所もある場所なので雪の回廊を見るもよし、秋の紅葉を見るもよし、夏は火口湖へ散策路の脇の草花を楽しむもよし、そろそろババヘラアイスも食べたくなる時期ですねといただいてます。ババヘラアイス、先週のニコ生でちょっと話題になりましたが、おばあちゃんがヘラですくってこうやってやってるようなアイスということからババヘラアイスと聞きました。うん、ということなんですけどもね、まあ、確かに雪が残ってるからまだあれですけども、下の方に降りたらそろそろアイスもいいのかもしれません。はい、そうそう、花みたいに持ってくれるということで、すごい可愛いんですよね見た目もね。ラストです。岩手県八幡平市アスピーテライン頂上付近からいただきました。すごいですよ。はい、雪の回廊です。奥の方に人がいるの分かりますか。普通の大人の方で160センチくらいはあったと思いますが、壁と比べると小さく見えますね。雪の壁は6メートルくらいでしょうか。雪解けで崩れたり雪崩が起こった場所もあるので気をつけて歩かないといけませんということです。すごいですねこれ、6メートルすごいことになってますよね。これが溶けてくるっていうことですから参考になりますね。やっぱ雪が溶けて川の水が増水してそれが下流に流れてくると河川の氾濫とかに注意が必要というので、これが一気には溶けないでしょうけど、溶けてわーって流れてきたらやっぱすごいことになりますもんね。はい、ということで勉強にもなりました。吉宮さんありがとうございます、拍手。はい、まだまだこうやって雪が残ってるところもありますから皆さんも注意をしていきましょう。さあそれでは予報センターに行っちゃおうかな、時間的に。あ、まだちょっと準備ができてないということで、じゃあ先に VTR を見ていただきましょうか。はい、先ほどからしますとアイリンを助っ人に今日はこの辺りをロケしてきたんですが、新しいディレクターのグッチに渡された謎の地図、星マークがついてたその場所とは一体どこだったのか、次の VTR で解明されます。それではどうぞ。さあ、なんとなくそれらしい茂みに入ってきたけど、だんだんこの星に近づいてきましたね。近づいてきたけど、この地図ってはっきり言って方向とか正確なのかな大きさとかさ、うん大きさはちょっと間違ってるかもしれないね。ねえ、ホテルホテルホテルの、うん、この辺ってことでしょ。この辺か。え、何、まあ、でもちょっと盛り上がってるからさ、 あの中に宝とか、宝だいたいこの地図の星マークって宝が埋まってるよね、だいたいね。ねえねえ、野口が埋めに行ったんだったらどうする。めっちゃウケるんだけどそんな要素一人で横町さんと山岸さんに見てもらおうと思って一人でさ、なんか埋めに行ったみたいなやったらさ相当ウケるんだけど夜中に一人でメガネだったりして、あ、野口のメガネ、あ、今してるよ無事。あ、じゃあダメか。ねえ、こっちの方じゃない、こっちの方。あ、初めて生で見たものがある。うそあれ、お天気カメラでよく見るやつだね。え、ねえ、俗に言うなっちゃん帽子公園、なっちゃんが落としてった帽子ねえ。意外とでかいね。まあそりゃそうか、意外と大きいけど、まあ、なっちゃんだったら、うん
なっちゃんだったらちょうどいいサイズだったのかな。決してなっちゃん顔がでかいわけじゃないんですが、ね、背はスラッとして高いけど顔は小さいからね。小さい。いやあ、こうなってるんだ。初めて来た。ねえ、この辺でみんな遊んでるんだ。ねえ、子供たちも遊んでる。正月にカンタロウさんがさ、寂しくタコ揚げしてたのでここかな。あーで、あの破っちゃった。そうそうそう。で結局は、あ、でもこの星のマークか。ん？待って、こちゃんとさ、ここカーブとかも再現されてんだけどさ、うん、このカーブのすぐそこにあるのがあの帽子なんだよね。あれのこと？帽子、帽子のさ、ところにさ、ノグッチさ、なんか宝さ、貼り付けたりとかしたよね。帽子、ちょっと帽子、ね、調べよう。帽子見よう、帽子、帽子。ちっちゃい子たちがいる。あ、みんな狙ってるんじゃない？宝を。宝を。集まってきたよ。ノグッチが夜な夜な埋めた宝を。みんなあの地図見て、やばいね、見てるんじゃない？この地図配布されてたの。結構有名だから。高校とかじゃないでしょ？やっぱこの帽子でしょ？うん、帽子？帽子のところにきっと宝が。ねえ。帽子？あ、うなずいたよ。うなずいた？え、なになに？あ、なんかすごい落書きとかあるから。あ、落書き。あ、アイアイ傘とかあるよ。あと、あと5年で結婚。野口書いたんじゃないよね。違う？あと5年で結婚のところに、うん、ちょっと放送できない悪口が書いてある。リア充はピーって書いてある。リア充オス的なことが書いてある。へえ。で、もうちょっと調べると、と、何何、初めて入ってきたけど、なっちゃんの帽子でかいな。なっちゃんの帽子こんなに。ねえ。で、あれ、うなずく。地図はここだった。お宝は、なんで首振るの？おかしいおかしい。なになに、もしかしてただ単純にこの場所、こんだけ大掛かりな地図を作って、思わせぶりだよ。宝の地図だと思った。思わせぶりなことしないで。いや、でもノグッチだから気合入ってるし、うん、多分なんかこの後いいことあるよ。そうだね、うん、ね、うん、ね、やる気に今満ち溢れているから。満ち溢れてがだんだん離れてたの気になるけどね。おかしいおかしいおかしい。じゃあこの後野口にいい思いをさせてもらいましょう。よろしくお願いします。これはどういうことなんだと。ワクワクしたよ。ワクワクしたよね。がっかりだよ。がっかりだよね。どう思う？ちょっとがっかりしたよ。がっかりしたよね。いいよ、ここちょっとね。やっぱ宝物を探しに行ったわけじゃないですか。うん、私たちは夢と希望に満ち溢れた道中だったわけですよ。うん、ね、まあ、あの若葉マークだから今日のところはしょうがないのかな。オチがないっていうのは、うん、ねえ、俺たちの1時間を返せ。昼で歩いたから結構足痛くなっちゃったな。私もね、やっぱ歩きすぎちゃったからちょっと申し訳ないんだけど、ヒールだったけど今ね、スリッポンじゃないや、クロックスに履き替えてる。ちょっとつらかったなと思ってね。結構歩いた。歩いたね。見て、お二人のツーショットが宝です。だって優しいな。優しいな。しかし野口を甘やかすな。甘やかしちゃいかんね。そうですよ、アイリーもありがとね。うん、楽しかったです、ね、またやりましょう宝探し。今度は埋めといてほしいね、ちゃんとね、うん、そういったことをやってほしい。うん。
高速まばたきを張りました野口のパチ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 初めて見ましたねえ、はい、まあそんな感じでしたけどありがとうねアイリンね。ありがとう、また呼んで。また呼ぶ。また宝探しするとき呼んで。うん、あの今日はもうリア充打つしかなかったけども、ありがとう。お疲れ。お疲れ。ニコ玉終わったばかりのアイリンがちょうど通ってくれました。はい、さあということで、見ていきました。以上あの町横町第パート2お届けしました。それでは続いてのコーナーです。深夜の予報チェック。はい、このコーナーでは日本一遅く明日の天気を確認していきます。予報センターは宇野澤さんのアディショナルタイムが終わりこの方に変わりました。小津さん。はい、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。お願いします。もう小津さんの番組じゃないですか。何の話ですか。いや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 、もう水曜ナイトといえば小津さん。いや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 、そりゃもうね、希望夜勤出してますからね。あ、さすがですねもうあの町横町なんて逃げられる率が高いからついにディレクターさんまでいなくなっちゃったんですけども今日から新規ってあのノグッチーが入っておりますので。いやいやいや、ね、ね、先輩としてのアドバイスも、はい、まあ頑張り屋さんなんでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ小津さんは親知らずの抜いたやつはもう順調に回復したんでしょうか。あ、最近ようやく普通に食事ができるようになりまして。素晴らしい。喋るのは大丈夫ですか。まあ、喋るのもだいぶ、はい、よくなりましたか。よくなりましたね。よかったよかった、ね、よかったですね、はい、この前先週かな、ちょっと痛々しい感じがありましたね。ねえ、はい、はい、いやね、こんなに抜いた後のことをね、あんまり考えてなかったので。もうあれ、出演者としての考え方をしないといけないですもんね、小津さんも。いやいや、最初抜くときは、はい、あの特に仕事影響しないよっていう、まあ、翌日には大丈夫でしょという、まあ、はい、話だったんですけどね、うんうんうん、あの一応喋るの仕事にしてますがって後から言ったんですけど。後から言ったんですか。後から最初言うのを忘れててですね。それは言わないと、はい、そう、まあ、ちょっと言うのを忘れてまして、あ、そうみたいな感じになりましたけどね、空気的にね。で結果的に、今視聴者の方に心配されることになったとそういう羽目になりましたね、いうことですかね、はい、まあ、でも治ったなら良かったです。ご報告ありがとうございました、はいはい、さあそして明日の天気というところに移っていきたいと思うんですが、はい、今日も雹や雷というところもあったようですけども、はい、明日も荒れるところが出てくるんでしょうか。はい、出てくると思います。はい、どのあたりになるんでしょう。はい、はい、今日なんですけども、はい、ちょっとね、実際にかなり荒れたところが、まあ、東北だったりしますが、はい、今日、まあ、特に午後ですよね、はい、荒れた天気になっていきました、うんうん、ちょっとね、状況を見ていきたいと思いますが、まずは今の状況ですね、はいはい、現在はまだ東北で強い雨のリポート届いています。ちょっと拡大していきましょう、うん、はい、感じです。現在は宮城県、それからまあ引き続き山形県などで本降りの雨というようなリポート届いておりまして、はい、関東の北部などでもですね、現在は強い雨のリポート、山沿いではありますけど届いている感じです、はいはい、で今日なんですが、まあ本当に昼間ですね、かなり急に荒れてきたという感じなんですけど、ね、はい、これがこの辺でしょうかね、はい、これがまあ5時ぐらいなんですけども、まあ、5時のタイミングではこちら、まあ、山形とか、ね、宮城とかそんなに雨降っていませんが、はい、この辺ですよね、はい、これが6時頃ですね、急にゴーというリポートが増えてきたタイミングがあります、はい、こんな感じですね。これが夕方18時ぐらいで、もう降り方的に所々でかなり激しく降って、まあ、雹とかね、あられとかっていうようなリポートも届いたという感じです、はい、でこれは上空の寒気と、まあ、あと地上の、気温の上昇というのも手伝って、かなり、まあ、不安定になったということになりますけれども、うん、今日の日中の、体温、
どんな感じだったかというと、空手な組んでみますとですね、まあかなり不安定になった山形とかは、こんな感じです、はい、ちょうど、まあ、さっきの夕方ぐらいタイミングですが、まあ、25度からまあ30度ぐらいまでの、ね体温ぐらいまで、これ夕方ぐらいのタイミングでなっていたと。ちょっと前に戻すと、はい、こんな感じです。場所によってこの赤色の30度以上っていうのがちょっと出てますけど、すごいですね、うん、まあ、それぐらいかなり気温も上がっていましたので、はい、上空の寒気と合わさってですね、はい、かなり不安定になっていったという状況となります。はい、で明日に関しても寒気の影響残りますので、まあ、どこが不安定になるのかというのがちょっと気になると思いますが、ズバリ言いますと、関東です。寒気の影響がね、じわじわと、まあ、南の方にも影響してくるということで、はい、明日に関しては、まあ、関東が、まあ、日付回りました、これ回りました、おめでとうございます。はい、おめでとうございます、はい、今日に関しては関東です、うんうん、はい、東北ももちろんねちょっとね名残があると思いますので、東北も、はい、急に強い雨になったりすると思いますし、あとは関東が明日は、まあ、影響が大きくなる可能性があります。はい、はい、なるほど、わかりました。何時頃から、結構一日を通して心配ということなんですか？いや、そんなことないですはい、やっぱり気温が上がってからじゃないと、はい、雨雲もそんなに発達するような状況ではないと思いますので、うん、午後ですね、はい、気温が上がっていった午後中心ということになるかと思います。はい、わかりました。そして沖縄エリアは明日もすっきりしない空続きますか？あ、続きます。はい、はい、沖縄もね、今日結構ねしっかりとした雨になりましたけども、はい、現状を見ますとこんな感じです。はい、ところどころで、現在は雨のリポート届いておりますが、はい、ちょっとレーダー重ねるとこんな感じです、はい、まあ、一番のピークはこう過ぎつつあるような感じですが、まだね、ところどころで活発な雨雲が発生している感じです。はい、はい、で、まあ、うん、今日に関しても、まあ、日付もありましてね、今日もこういった活発な雨雲時々流れ込むということあるかと思いますので、はい、まあ、こちらもね、強い雨というのは油断できない状況なんじゃないかなというふうに思います。はい、はい、ため息が思わず聞こえてきますけど、チャットの方でも続くのかと沖縄の方ありますが、うん、まあ、ちょっと一昨日ですね、日付変わってもう梅雨入り宣言もあったということですし、はい、とはいえずっと梅雨のような空続いてましたけどね。そうですよね。はい、なんかまあタイミングに若干の違和感を感じ、うん、はい、てしまうのはね、方も見えると思うんですけど、まあそれは置いといて、はい、おとついだったのはまあとりあえず、まあ、理由はよくわからないんですけども、まあ、まあそういうね時期になってきているというのはまあ間違いないと思いますので。そうですね、うん、だからこそ1週間の天気チェックして、日差しのある日ももう見逃さないようにしていただきたい、ね、まあそうですね、はい、ちょっと雨なんかもね小休止するようなタイミングもしっかりと見ていただけるといいかと思います。はい、わかりました。それでは小津さん、はい、そろそろあの町横町スタンプもたまりまして、ご出演1回ごとの、はい、そろそろ卒業ですか？いや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 、一緒にロケに行ける券みたいなのを獲得するかもしれませんか？あ、そうなんですか。はい、どこ行きましょう？どこ行きますか？そうですね、どこがいいですか？あ、近場なんですよね、はい、いや、これさえあれば大丈夫。あ、ないので早かった。ないので、はい、なんかやっぱり最近ねこういう不安定で、はい、黙々雲とかやっぱり出るじゃないですか、はい、やっぱりねそういう雷のねメッカみたいなところの方がいいんじゃないですか、たまにはね。そんなとこがあるんですか？あのね、雷のメッカはですね、はい、関東でいうとやっぱり北部がメッカですよね。栃木とかね、まあ、茨城でも北部の方、はい、去年1年ぐらい前に筑波で竜巻も発生したりっていうのが、はい、覚えてらっしゃる方も見えると思いますけど、はい、あの時も栃木だったり、はい、まあ、栃木群馬あと茨城、あの辺がねかなり激しい雷雨になったりしました、はい、でまあ、夏のゲリラ雷雨に関してもやっぱり北部の、ね、山の方近いところほど発生しやすくもなりますので、はい、そういうねところのみんなと一緒にこう空読みを
していく上で現地のね状況、また現地のサポーターともそういう観点で一緒に見るっていうのもいいのかもしれないですね。うん、まあ私じゃなくてもいいのかもしれないですが、意外と真面目です、ね、え意外と、あ、もうちょっと、あ、そういう答えを望んでいなかったねえ、あ、すいません、ちょっとキャラ崩れちゃいますよあ、ワイハーとか言っておけばよかった、ワイハー、一回チャラっぽくなりましたね、なんかね、ワイハーとかって、わかりました、まあ、そのあたりはじゃあ新しいディレクターのグッチーにも、もうちょっと圧力をかけつつ、うん、実現していきましょう、はい、わかりました、じゃあ小津さんありがとうございました、はい、またよろしくお願いします、お願いします。予報センター小津さんに最新の天気を聞いていきました。それでは天気マークでもおさらいしていきましょう。よっこいしょいち。それでは全国の天気をお伝えします。明日は太陽マークついているところがおりますが、おととい梅雨入り宣言もありました那覇についてはすっきりしない雨が続きます。また晴れているところ多いんですが、油断禁物なのはこの辺り、特に関東の南部ですね。こちらでは晴れに雨マークついてます。夏場でいうとゲリラ雷雨のような天気マークになるんですが、急な雨そして雷などですね、今日荒れたところと同じような天気になる可能性がありますので、くれぐれもご注意ください。また晴れているところでは気温がかなり上がります。熱中症引き続きご注意ください。以上全国の天気お伝えしました。それでは、インターバルを挟みまして何分か後に番組再開します。
あ、でもさ、やっぱ大変だと思うんだけどさ、ちょっとあの地図にはやっぱね、オチがあった方が良かったよねと思うんだよね。うん。あ、やばい。びっくり。びっくりした。いや、さっきね、ヨーグルトもらったもんでね、ちょっと食べとこうかなと思ったら、もう番組が再開してました。びっくりしましたね。うっかり八兵衛。はい、さあということで、見ていきましたけど、このヨーグルトぬるいな完全に口の中に入れた時に同じ温度だったのか何とも思わなかったですけど、はい、もらいました、さっきね、ニコ生組からね。では引き続きリポート紹介していきたいと思います。それではこちらに行きましょうか。はい、行きます。メール見ていきましょうか。はい、東京都港区のしのぶさん、ありがとうございます。あいちーさん、スタッフの皆さん、お疲れ様です。ありがとうございます。過去3回レギュラーがあったり、ネタに走りすぎたり、お天気要素が乏しかったりと、納得のいかない不本意なリポートばかりでしたが、今回初めて納得のいくリポートができましたということですね。笑いの要素はありませんということなんですが、ちょっと見てみましょうか。はい、さあそれでは行きましょう。まずは千葉県木更津市のしのぶさんです。こちらです。またいますね、プチアイチ、いつものようにありがとうございます。すごい、なんかあの横町レーダーがものすごい本物の髪の毛みたいに見えるんですけどね。え、現在プチアイチがいるのは木更津市中之島大橋です。沿岸の木更津は良くも悪くも風が生活に影響します。今回のテーマはこの風です。以降風小僧と風小僧でいいのかなと呼ばせていただきます。風小僧を追うべくチーム PAC 過去プチアイチは総力を挙げ新兵器開発に成功。そう、今回のサラミドはプチアイチ新兵器横町レーダーを駆使し風小僧を追えでリポート旅をしていきたいと思います。でちなみにこちらの風速はマックスで 5.9 メートルということで高そうですね。はい、さあそれでは次は風小僧ポイントに向かいましょうということですね。え、髪の毛本物なんですかね、なんかそんな感じに見えますけども、はい、
中之島大橋、柳くん知ってる。柳くん地元近いもんね。あ、木更津が地元、いいところ。あー、おい地元が PR してくれ。赤い橋がそばにあって有名ということですね。はい、さあでは続いていきましょうか。あ、と思ったら今度は美浜市の、あ、美浜市、美浜区の QVC マリンフィールド、幕張からすぐそこのところですにいらっしゃいます。見ていきましょう。千葉県美浜区 QVC マリンフィールドに来ました。12球団一風が影響する球場ではないでしょうか。天気は相変わらず雨がポツポツ、風速マックス 3.2 メートルです。開閉幕張で降りたのは去年9月1日掲載特集で MTG、 ここのビルですね、に伺って以来。さて次の風小僧ポイントへ向かいましょうということです。すごいですね、本当に風が強そう、そういうスタンスで来ようと思ってくださったようですね。すごいですね。似てますか？横町レーダーがいささか長い気がしますが、イラストはこうやってやったらいいのかな、同じぐらいかな。ピヨンピヨン、丸まります。これはね、さあでは行きましょう。あ、東京都江東区浅薙橋からしのぶさんです。はい、すごい。江東区浅薙橋に着きました。風小僧情報提供ありがとうございました。さて空は霧で建物の頭が隠れています。風速マックス 2.3 メートルは、ここで 新聞紙がプチアイチーの顔面に直撃。そしてなんとその衝撃で横町レーダーに異常が。チーム PAC スタッフによるチェックが行われていますが、あ、バツサインが出ました。まだ最終ポイントが待ってるというのにここで終了か。いや、まだチーム PAC にはあれが残ってるではないか。そう、あれが。さあ最後のポイントへ向かいましょう。何でしょう。すごいですね、バーッと構成表が被ってしまったんでしょうかね。え、風があるとこうバーって顔に、ね、なったりするようなイメージがありますが、はい。さあそしていきましょう。今度はレインボーブリッジからです。東京都港区しのぶさん。風小僧ポイント最終地、港区レインボーブリッジに到着。雨が強くなってきました。風速はマックス1メートルと弱めです。横町レーダー故障により新たな資格登場。かつて破れはしたもののモジャライガーと壮絶なバトルを繰り広げた、そう、アーマードプチアイチ。前回の敗戦のデータをもとにチーム PAC 技術開発部が総力を挙げてチューンアップ、パワーアップして新たな姿に。その名も聞いて驚け、ブレイブアーマードプチアイチウェザリンチョ。さあ気合の入ったいい表情をしております。ブレイブインウェザリンチョ。おっと、ここでいきなりバトルモード突入。ブレイブアーマードプチアイチバーサスレインボー風小僧バトル開始。とりあえずは私が、恐竜ジャーが好きということをご存知でいてくださってるということです。はい、ガブリンチョですからね。はい、すごいですね、変身しましたが、こちらも風が強いということですね。うん、だんだんこれがなんかあのウノのドロー4みたいな風に見えてきましたけどもね。はい、さあそしてラストはと言いますと、同じくレインボーブリッジからなんですが、こうなりました。じゃん、さあ橋に上がりました。風速マックス5メートル、ついにワイヤーが耐えきれず、あーれー、膝から崩れうなだれるチーム PSC 陣、そしてくるくる回りながら落下していくプチアイチ。モジャライガー戦に巻き込まれ、モジャライガー戦に続きまたも敗北。頑張れプチアイチ、負けるなプチアイチ、明日はきっとホームランさ。いやー、どうなんでしょう、その場で書いてるんですかね、それと もうこことこことここに行こうっていう構成が万全なんでしょうか。すごいですよね、お上手ですし、スーパー戦隊的、確かにお後がよろしいようでね。え、構成されてる感じはしますけどね。はい、ということでありがとうございます。またなんかすごい、感じになりました。この辺はとにかく風が強かったということで、その状況すごくよく分かりました。しのぶさんに拍手ありがとうございます。はい、さてそれでは続いていきましょうか。はい、続いては
大阪府の白ご飯さん、ありがとうございます。愛知スタッフさん、こんばんは。大阪白ご飯です。毎週送ってます。すみません。いやいや、ありがとうございます。さて、今回は地元大阪港区を紹介します。ベイエリアといえば海遊館、天保山、観覧車、遊覧船はサンタマリア号が有名ですが、今回それらをバッサリすべて外して地元ならではをご紹介しますということです。それでは見ていきましょう。はい、白ご飯さん、さっきはチャットにいらっしゃったんだけどな、寝ちゃったかな。あ、いらっしゃった、よかったよかった、いらっしゃいました、ありがとうございます。では見ていきましょう。大阪府大阪市京セラドーム大阪前ということですけども、ちょっと今リポートツールが固まってしまったようですので、先にコメントをご紹介します。愛知姫姫なんて、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。あの町横町、今回は原点に立ち返って私の町大阪市港区とその周辺ということでお送りします。考えたら食べリポばっかりでしたからねと。出発地点に地点は皆さんご存知、京セラドーム大阪です。お隣西区になります。実はこのドーム近所は阪神難波線ができてから劇的に変化しつつあります。写真にも写ってますが、今月末には大型ショッピングモール、イオンモールが、オープン予定。皆さんすいませんね、写真にと言いながらちょっとまだなんですが、はい、寂れていたんですがやっとにぎわいそうですということなんですね。で、気温はすでに32度。じゃあ見ていきましょう。こちらです。はい、あ、本当だ、右にイオンって書いてあって、ちょっとオシャンティーな作りになってますね。そして京セラドームということですから、だいぶ便利になったんじゃないんでしょうかね。すごいですね、イオン暑いな。この辺にもすごい大きいのできますもんね、確かね。あ、5月31日オープン予定ということですね。はい、では続いていきましょう。大阪市港区からですね、ジンベエ渡船場でいいんでしょうか。大阪は水の都と呼ばれています。そのため川に大きな船舶が立ち、出入りするため簡単に橋を作ることができません。そこであちこち市営の渡し船、渡船場が作られました。時代とともに数は減りましたが、今でも8カ所残ってます。その中の2カ所が港区にあります。一つは天保山から向かい、岸の桜島、 USJ 方面へ渡る天保山渡船場、そしてもう一つが写真のジンベエ渡船場です。こちらは近所に橋があるのですが、地上10メートル以上にあるため歩行者に優しいないので残っています。ん、どういう意味だろうか。はい、歩行者自転車が乗ることができ、料金は無料です。まさに橋代わりです。今でも港区民の足になっていますと。あ、優しくないということです。優しくないので残ってますということですね。はい、ということですが、いいですね、おしゃれですし、なんか数人で乗れるし、オープンになってるから気持ちよさそう。この時期とか乗ってみたいですね。はい、優しくないからと船長が残っていると。無料、何回も乗っちゃう。だって柴又にある千葉とつながってる矢切の渡しっていうところは1回100円なので、何往復しようか考えましたもんね。ね、乗ってみたいですよね、気持ちよさそう。 USJ できる前に乗りましたっていう方もいますね。はい、さあ続いてはですね、続いてこちらに行きますか。神社、大阪府大阪市の三社神社でいいんですかね、に来ましたということなんですが、合ってますか。三社神社、ありがとうございます。はい、港区で一番大きな神社です。三社とは3つの神様が祀られているという意味で、その3つの神様とは天照大神、過去南相馬の天照さんではありません。天照さんいるかな、今ね、さっきはいましたけど。はい、あとは宝珠大神でいいのかな、あと住吉大神と天照さんいらっしゃった。前回の伊勢神宮外宮内宮に、あ、違う、下宮内宮に大阪で一番メジャーな住吉大社の神様まで祀られているという、一度で3回おいしい神様です。
毎年7月20日と21日はお祭りで、たくさんの人手でにぎわいます。数万人くらい来そうな混み方です。ちなみに祭りの模様は昨年7月21日に送ったリポートがムーンで愛理に読まれてますので、気になる方は腰つべでということですね。あ、豊受けの大みかん、ありがとうございます。はい、いいですね。神社も多いですよね。はい、さあ続いていきましょう。大阪府大阪市の白ごはんさん、こちらです。はい、実は私も初めて知ったんですが、港区にもゆるキャラがいました。みなりんです。今年3月で大阪市の赤バスと呼ばれるコミュニティバスが廃止となり、その後港区独自で1年間だけ、暫定運行するバスの停留所に書いてありました。大阪はマイナーなゆるキャラの宝庫で、昨年のゆるキャラグランプリワースト1位から3位を独占する快挙です。みなりんパンツが港区の M になってます。気がつきましたか。あ、本当だ。そうなんですよ、大阪府はね、あのゆるキャラグランプリっていうのがあったんですけど、そこのワーストだからおよそ900体出たゆるキャラグランプリの中で最下位3つが全部大阪。ただね、あのエントリーが遅かったっていうのもあると思います。うん、エントリー順一度に一斉スタートではなくて、徐々にこうエントリーのキャラクターが増えていったので、そういうのもあってっていうこともあるかもしれないんですけど、最下位の子は確か4ポイントぐらいしか入ってなかったですね。はい、だからもうとりあえず出してみたっていう感じかもしれないですけどもね。はい、ね、スタッフも投票しないって、確かにそれはありますけどもね、誰かが出したのかもしれない。さあ続いてはもうこちら見ましょう。大阪府大阪市白ごはんさん、食リポ来ました。大阪といえば粉もんというイメージの方も多いと思います。そこでたこ焼き、関西の人はだいたいひいきのたこ焼き屋さんを知ってますが、私のおすすめはここです。大阪西方面を中心に展開するふうふうさん。たこ焼きといえばソースと思いますよね。確かにここにもソース味はあります。でも私のおすすめはネギポン酢マヨネーズ。騙されたと思って食べてみて、めちゃくちゃうまいから。写真もうまそうでしょ。この時間はコクかもね。お腹すいた、コクです。たこ焼き食べた、胃が痛い。大丈夫、それ胃酸がいっぱい出ちゃったのかもしれない。ねえ、ネギたっぷりで美味しそうですね。これは食べたことないので、ネギポン酢マヨネーズ、確かに大阪にはこういうネギポンマヨっていうのはあった気がしますが、まあ、でもここのはじゃあおすすめということで350円、安い。食べてみましょう。はい、そしてラストになります。大阪府大阪市弁天町でいいのかな、駅付近です。JR で港区唯一の駅です。いかがでしたか。今回割と地元向けスポットを取り上げてみましたが、改めて地元で発見することもあり、とても有意義なリポートでした。ところで関西の人はたこ焼き作るのが上手と言われますよね。港区の住人はそれも一緒で、港区住人たこ焼き港区い。白ごはんさんのリポートだって忘れてた。ミュージックスタート。では皆さんもぜひ港区に来て、港区ん以上、地雷職人ミュージックストッパー白ご飯でした。愛知にお返しします。止まりました。確かにほらもう愛知寒いとかって言われてるから。違います、白ご飯さんの責任です。はい、自分のお尻は自分で拭ってください。ということで、いや大阪もねいろいろありましたね。ありがとうございます、拍手。やっぱ地元の、ね、ネタも面白いですよね。こう知らないお店とかそういうところも、ね、あって。はい、さあそれではですね、ここで VTR に行きましょうかね。1本ありますのでちょっと見ていきましょうか。はい、では、まあ、先ほどの続きということになりますけども見ていきます。せっかくだからなっちゃん帽子公園に中に入ってみました。 VTR どうぞ。